芸術僕のうちはその親が絵描きですけどね、芸術って言葉は使わないの。ずっと周りにいつも来る絵描きも芸術って言わないね。だから芸術を意識したのがいつかって言われたらどうなんだろうな。大学行く頃ですね。好きな色は赤と黄色と緑ね。藍の色もいいですね。ガラス製ですね。どこで買ったの？あれはスペインね。スペインの日曜に飲みの市のようなバザーが出るんです。そこで買ったんです。住んでみたい場所、それはね、どこだろうな。まあ、渋谷だな東京ですね。もう未来にが全く自由な時代っていうのは空想であって、そういうふうにならないね。だから過去でそういう時代があったかしらと思うんだけど、そのかな。日本が景気が良かった時ね、戦後、あの時代みんな元気だったね。愉快でした。今言う工芸をやりたいですね。染色、昔の映画だね。僕たちはね、娯楽ってあれ映画しかなかったの。ないことはないけど、一番安くてね、2回見ても追い出されないの。あの時はね、日本が負けて、どこでしたっけ、フィリピンかと退却するときあるじゃん。映画館から出てきたらそのニュースがびっくりした。退却とは言わないんですよ、撤退だ。だいたいもう負け草になり始めちゃったからね。みんな学生もいつまでも学生にいられない時代ですよ。まだ学徒出陣っていうのになる前ね、ちょっと。だからね、ギターの好きな人だとかジャズの好き、そういう人もいるんですよ。これはもちろんですね、うちに本がいっぱいあるの。本読まない、ね、少年クラブばかし、南陽一郎とかね、ああいう、冒険だとかね、そういう樺島勝一って人の挿絵ね、